とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですねマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はねこの武器ようやく入手できました。はい、レイピアのユニーク装備ですね。まあこれは持ってたんですよ。いてつく金属片ですね。でもこれはこういう名前です。ビースティンガーですね。ユニークスキルが蜂の召喚です。バンブルビーかな、あれがついてますね。なかなか珍しいやつになってますけども、まあこれついてるスキルがね微妙なんだよな、エンチャントが。まあこのレイピアを使ってみて分かったのが、このパーセンテージで発動するやつとの、相性がいいんですよ。雷との相性がめちゃくちゃいいと思うんで、雷がついてほしかったんだけども、ダメだね。全然ダメ。まあ、ここはね、まあ、毒かな。まあ、毒でいいとしよう。で、ここよ。火属性も微妙だし、ほんと。まあ、火属性にしとくか。パワフルのね、この、旋風はね、ダメなんだよね。一回の攻撃が長いんで、旋風は合わない。凍結も微妙。まあ、シャアなしの火属性。で、ここ。まあ、重力でしょうね。重力だね。はい。まあ、とりあえず、これで、やってみましょう。どんな感じか。では、行きましょう。あ、そうか、輝きがついてないか。防具にも回復がついてないので、あ、いや、大丈夫かな。結構重力が先の方で発動するので、まあ、攻撃はそんな食らわないね。はい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 。あ、毒との相性も悪くはない。まあ、ダメージは、僕わずかなもんだけども相性的にはいい。あ、火属性もいいのね。あ、火属性も悪くない。属性も悪くはない。そうね、これ最高のスキル構成なんだろう。いや8いいな、8いいな、8意外と強い。これね、何だろうね、最高のスキル構成。まず、雷はいいでしょ。で、雷重力。で、この感じだから、あ、輝きとも相性いいね。あ、無難に、輝き重力、雷。がいい。最高はこれかな。一発一発のね、威力が少ないので、追い打ちとか、鋭利とか、クリティカルとはね、相性はね、そんな良くないですよ。なので、雷との相性がいいね。あ、間違いない。重力、雷、輝きが一番無難かな。無難ですよ。レシピもしっかりこれは回復できると思うんで、この手数は。相性は抜群で、もしも攻撃特化にするってんならば、攻撃特化だったら何だろうね、重力、雷、毒かな。毒の方が火属性よりもダメージがあるっぽいんで、あ、後ろにいるなこれ。あ、いやー、攻撃とかにはしない方がいいかもしれない。攻撃とかは、あー、死ぬ死ぬ死ぬ。輝きを入れてた方が確実だね。まあ、あえて攻撃とかにするってんなら、雷、重力、毒。まあまあ、もう一つは何でも良さそう。毒でも、火属性でも、重力。いやー、でもやっぱ一発一発のダメージ低いよ。低いから、そうだね、
これはクリティカルとかは相性悪いわ。こういうクリティカルは相性悪い。雷と毒ガスなんかも、雷がついてどれぐらい化けるかだと思います。このソースがね、蜂であろうとも、凍結であろうとも、おまけみたいなもんかな、おまけ。うん、まあ、とにかくか雷がついてないとちょっとわからないですけども、弱いですね。はい、まあ、とりあえず今日は新しく入手できましたビースティンガー、これを使ってみましたけども、そんなおすすめできるほど強いやつじゃないですね。うん、まあ雷が一回ついてみてどうかっていうところです。はい、まあ、とりあえずこの、レイピアのユニーク装備は2つありまして、ビースティンガーと凍てつく金属片です。はーい。まあまたね、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや。